鏡は送ったんで。してるだけでここに映ってるだけ。どこ行ったの？ここの棒でこうやって動かす。これもね。いや、これこれ。うん、そうそう。でも今じゃこれだからね。うん。ちょっとじゃあ軍隊。軍隊ないの？ないんだよ。Thank you.
ねじれないんだよ。ねじれない。そこをガチャッと中にサッと。
Thank you.
が甘い。そこバーって行くから離して。よ。やらない、やらない。やらない。Thank you.
おるかもしれない。
大丈夫、あの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 、今日また、それ渡して帰ってくるんですけど、帰れないから、お母さん。
朝前の前じゃん。朝焼きだよ。3時ぐらいで終わるようにね。オイル入れるまで。オイル入れるまで。あ、オイルが入れるのは最後かな。明日の朝は名古屋行く前に強くて、もっともどうだったの？ドラムなんだって。そうだね。ドラムなんか買ってんだよ。どうしてんの？ドラムなんか持ってこいって言うからそこにドラム。枕に入るからさ。枕に入るからさ。
マセラギ。うん。どれでもいいよ。え？どれでもいいよ。今日やろうって意欲を十分見えない。はい、いや、おやじに勝つ。いや、すごいよ。待て。うん。そうなんだ。もう少し向こうに出す。戻さないと。手を、手をかけ。もうちょい。手、手、手。オッケー。はい。壁に。うん。これ、魚の方がいいな。立てとくね、一旦、うん、それであの長い方のバールで、バールであの、あ、角材グランドに乗ってあそこの瓶を乗っかってそれで台を置いてその上に乗せるんだ。うん、わっと、鉄板だからかなりね、この辺に乗っかる。真ん中にこう立って、そっちが上でもいい。うん。じゃあ2個で、ここ行って。で、その裏返し。それでこれ鉄板がここまで持って、うん、それでこっちがせーので上げて、うん、ね、それで立てる。立てるだけならなんとかなるの？うん、片方ついてればね、うん、あの、模型持ってくれなかったな。そう、それとメジャーでな、一回決めちゃうともう動かせない。ね、ちょっと右とか。持ってくれば。ちょっと高みは、うん、ね、うん、取ってきてちょっと。模型、うん。模型とメジャー。あのさ、タミヤさ、古いトラックに行ってさ、うん、あの君の車で来いよ。あ、そうだそうだ、うん、自分の車で。あれ置いてきたよ、もう朝になると乗るでしょ、模型、模型のね、粘土でしょ、粘土は別にやるから、またみんなでやるから、うん、何しろ、あの模型と、ね、それから段ボールの箱の中に、あの縮尺定規があるから、あれと、あとメジャー。こう3点。あとは、あとね、あの溶接のそばのさ、あのボロい天ぷらあるじゃん。もうあっちゃうよ、それ言うから。それだってね。仕事だよ。Thank you.
こういう配置、感じで入ってこう、うん、でっかいこうかこの端で、この端で、うん、鳴らすのいくよあ、もう来た、うん、前前ずらせばいいんだ。一旦起こして。あれで。
鉄板押さえてて、ね、向こう押さえて、行ったね、離れた、いいね、うん、離れなきゃいけないでしょ、上の壁は上の壁は変わらない、ね、いいじゃん、え絶対倒れないよ、これ倒れないって倒れると思う、うん、じゃあ次、次はなんだ、次はここに行こうか、下げる、桜木さん、かけてない方出したらいいんじゃないの、うん、
今、何回転のこっちなの前で。うん、そう。さっきかけてたもんね。うん。長すぎる。うん、うん、これ長すぎる。じゃあ、これだから、ちゃんと伸びる。鉄板を一旦向こうに切られて、あ、そうか、もう
寄り目で押してくれ。いいよ。慌てゆっくりだよ。うん、少し向こうみんな。そう。これちょっと山本君。危ないぞ危ないぞ。これを。Thank you.
が皿だね。Okay.
角の中に出るように、この板が直角だからね。ちっちゃいバル持ってきた。バルこう。じゃあ、これトラックの。ほとんど出てるじゃん。
この音なんだろう。車？バイクだ。Good.
らいねじれてくるね。もうちょっと向こうかな。じゃあ高にはまたビデオを移動して、うん、今度あのテーブルをここに組み立てちゃうからさ。で、行ったのそれで。うん。地面が見なくなるから。その面がこの腰の面と高さ同じになるから。そこまで上げると穴が見えてくる。あ、じゃあ私やるの。その下の。これ？うん。これ最高だよ。上げるとこの辺、いやもっと下、ね、その辺、ね、ったろ、うん、ちょっと締めろ、1個ずれちゃって、うん、いや、寄せればいいよ、うん、待った、はい、じゃあ、こっち寄せるから、ちょっと待って、うん、よし、こっち、さあ、今度は向こうの、どっちでも、もう次の具材を、違う、これね、A の1だ、OK、
最後はもうこれとりあえずまあこれつけてますけどね、向こうにある上にあるかもしれない、なんかかもしれない、かもしれない、ということは皿のビス2本とあれ持ってたよね、あとあっちの箱に入ってんだよ、ステンレスの、ステンレスの箱、これを使うしかない、で後でやりますね、これちょっとこう、ラストがないの、ラストってこれはですね、一本ですね。下だ。うん。下入ってる。入ってないよ。入ってないもん。足りたかな。こうやって。ちょっとこっち来る、うん、出てや、今のうちに
いや、中心でさ、回転させればいいんだよ。うん、ね、少し上げて、少し上げて。こんなもんで。ペースになってたな、うん、結構いい、まあ、出てるのが右さんなんだよ、うん、そうでしょ、うん、ただ、まだ拡大赤いの、うん、まさに上に乗っかってる、うん、いいじゃん、うん、その拡大持ってきて、うん、それ、OK、ダブルついたよ、もうダメだね、わざわざ、もうあれしたら、うん、もうちょっと、うん、
アウトが済んだら、そっちの角材も抜いちゃってさ、今何が入って単管1本だけか入ってるの、うん、1本だけ単管1本入ってる、その裏にあるよ、その裏、じゃあさ、抜いてそのドアの石ころの影に2本ね、これで、うん、これで、うん、で、気をつけるためだ、はい、これ決まってるからね、下大丈夫、ちょっとその角材
かいやついいよ。赤いやつ。それ。
レンジ3本あったここに。3本あったよね。ほとんど裏はあのなくても大丈夫だよ。そうやね。うん、目型は買ってた。滑ったら裏から。うん、ああ、こっちのテープいいじゃない。あの高宮さんのデザインでさ、もう一つのテーブル。もうちょっと持ってないな、持ってないな。家で部屋のところだ。鉄板？うん。ダメ、待ち。あのアングルが来るんですよ。あそこに壁つくな。壁つけんな。うん。開けなきゃ。今度はそこ入れちゃえ、そこに入れるよ。もうそこ動かないから、そこの入り口で入れてっちゃう。よし。取ってんの今。上、上がる。あまり動かさない。で、それで俺はトラックまで行っちゃうから。そうだね。で、人間はどうすんの？人間は高宮君もあるな。うん。落ちただろ、ちゃんと。なんかいいな。何も言えない関係だよ。マザーさんと。まだ寄せちゃって。Right.
ケこういうのが一番怖いよね。うん。よし。よし。
っかり終わり。それでこのアングルだけをさ、この塀の隣に寄せといて、あとは高宮に任せる。ね、ありがとう、頑張ってね。